目に見えるものとその実態は時として真逆なこともある。この場所が舞を騒がしくなるのは僕も遠慮願いたい。せいぜいあがいて寮を守ってみせるがいい。今日は君たちにレオナさんの部屋を掃除してもらうっすよ。宿代分きっちり働けよ、草食動物ども。アズールにもこき使われ、レオナにもこき使われ、俺様もうボロボロなんだぞ。まずは脱ぎっぱなしの服を適当に洗濯カゴに入れて、机の上を片付けるところからっす。アクセサリーはこっちの引き出し、本はあっちの棚、あらかた片付いたら雑巾で拭いて。子供じゃねえんだから掃除くらい自分でやれってんだぞ。ああ、なんか言ったか。なんでもないです。じゃあこのとっちらかった机の上から。お、高そうなアクセサリーが無造作に。こっちには財布まで。こんだけあれば一つくらいもらっちまってもわかんねえよな。無防備すぎるのが悪いんだぞ。こーら、ダメ。それは俺が狙って。じゃなかった。なくなったらすぐバレるんすからね。レオナさんも貴重品を出しっぱなしにするのやめろっていつも言ってんのに。取られてからじゃ遅いんすよ。うるせえな。俺のお袋かてめえは。別に盗まれたって大したもんじゃねえし、どうだっていいだろう。俺から盗む度胸があるやつは盗めばいい。大したもんだから言ってんすよ。1マドルを粗末にするやつは1マドルに泣くんすからね。ったく、これだからお坊ちゃん育ちはよ。ねえ、どうしてんだぞ。急にでけえ声出すんじゃねえよ。はあ。そうか、なるほどな。てめえ面白いこと考えるじゃねえか。え、面白いってどこがなんだぞ。つまり。なるほど。なんだぞ。無敵の契約書の弱点が分かった今、早速オクタビネルに殴り込みに。問題がもう一つあるっす。ん？君の予想が当たってたとしたら、リーチ兄弟が必ず妨害してくるはず。正直金庫よりすげえ攻略が難しいと思うんすけど。くそ、もう少しでなんとかなりそうなのに。おい、お前が今何を考えてるか大体の予想がつくが、俺は絶対に手を貸さねえぞ。厄介ごとに巻き込まれるのはごめんだからな。タコ野郎絡みならなおさらだ。無理無理、諦めることっすね。ふん、冷てえ野郎なんだぞ。